セリフもう一回言ってもらっていいですか。行く先に迷った時は俺についてくれば間違いないから相変わらずね、ってこか黙って俺についてこい。お久しぶりのクマさんですね。すいません、お久しぶりです。急にかしこまっちゃった。すいません、ちょっと体調をちょっとね、いろいろと崩してしまって。相変わらずまだあれですね、体調が。すいません、なんか。じゃあこれからね、はい、じゃあホテルにね、行きますか。じゃあ行きましょう、ホテルに行きましょう。久しぶり。でも本当に久しぶりだよね、龍馬。本当にね、今クマさんファンも多分めっちゃ喜んでますよ。すいません、クマさんファン本当ありがとうございます。いるかわかんないけど。なんだ。絶対いる、絶対いる。いますか。いたらすみません。ちなみにちょっと今日荷物がね、見てください。これお久しぶりに使ってよ、このキャリーケース。ねえ、すごいね。今日クマさんもね、荷物がほらいっぱいですね。まあいっぱいではないけど。いや、いっぱいですって普段そんな持ってないじゃん。確かにそうだね。じゃあそこまでの道は頼みますよ。わかりました。一回ここちょっとまず降りましょうかね。降りましょう。もう降りないと始まんないからね。始まんないね。うん。てかね、お互いねちょっとこういうの頼りないからね。そうそう、頼りない二人が集まっちゃってるから。常にやらかしてるからね。そうそうそう、そうなん、そう、皆さんそうなんですよ。今日ちょっとね、ある目的のために今自分がね、ホテルを取ったんですけどね、ちょっとホテルの場所を見知りましてね。怒ってますか。怒ってますか。全然怒ってないです。今カメラの前だからこう言ってますけど、クマさんさっきまでブチギレてたんですよ。ブチギレてないから。ふざけたホテル取りやがる。ブチギレてないから。それ違いますから、皆さん誤解しないでください。泣きそうになりましたよ、今サイゼで。誤解しない。サイゼでね、ちょっと食べながら作戦会議してたんですけど。そんなことない。そう、だから目的地の場所に近いホテルを取ったつもりが自分の勘違いでね、近竹林な場所に取ってしまった、ね、すごい遠いからね。そう、それをクマさんに言ったらもうブチギレちゃって。ブチギレてない、そんな心狭くないよ。でも涼しいね今日ね、めっちゃ。確かにね、ちょっと前まであんなに暑かったのにね。そうそうそう、俺ね、暑いのほんとダメだからさ。暑いのダメなんですか。そう、ダメなんですよ、自分。じゃあ暑いのと寒いのだったら、まだ寒い方がいい。寒い方がいい。寒いのも得意ったわけじゃない。まあでも寒い方はまだいいかな、俺は。クマさんでも寒いの強いですよね。そうだね。クマさんなんて本当はね、冬眠するはずなのに。確かに冬眠してる時間なのに。寒さに強いクマさんですもんね。寒さに強いの。寒さに強く、暑さに弱いって。暑いのかだね。そうなんだね。セミ鳴いてますよ。本当だ、セミ。まあ今夏だからね。でも今年あんまりセミ聞いてない気がする。あ、そう、うん、俺結構セミ聞くけどね。聞いてます普段。自分職場田舎の方だからね。あとクマさんよく野宿しますもんね。ん、野宿。野宿しない野宿はしませんけど。あ、しないんでしたっけ。そうですね、しませんけど。セミとかしょっちゅう鳴いてるから。これこっち方面合ってるんですか。うん、合ってる。ちなみに予想何分ですか。予想何分だろうね。あ、で俺ね、あのカーナビ使ってないんだよね。カーナビっていうかナビか。カーナビ、車じゃないか。車乗ってない。大丈夫か。じゃあなんて言うんだろう、これナビって。ナビでいいんじゃない。ナビでいいのか。カーつけなくていいんじゃない。カーいらないか、うん、カーいらないと。なんで今カーつけたんですか。癖でつけちゃった。謝ってください。なんでつけないですか。カーつけてすいませんって謝ってください。カーつけてすいませんでした。もう今回許してやろう。お前体が治ったら覚えとけ。でも人だからね。今だったら自分の方が強いよ。強いからね、うん、俺の言うとりしときは間違いないから。間違いしかないからな、この人に言うこと聞くと。合ってる方が好き。今まで合ってた試しがないもん。なんだ。そうだからね、あれなんですよ、クマさんが決めたのと逆の方を選ぶと合ってるんですよ、ね、あ、じゃあ向こう行った方がいいんじゃないですか。もう真逆の可能性あるからね。ひどいひどい。そう、俺ナビ使わずにね、うん、現在地見ながらやってる。え、どういう感じですか。これ今現在地がこのブルーのとこで。何してんの、ゴミ。ない。現在地がこのブルーのとこで。うんうん。でもこれ場所、目的の場所はここなんですよね。あ、赤いところなんですよ。頑張ってくれてるんだけどね、何も言ってない。まあ、いいんですよ。己の道を迷わず突き進めみたいな。いつもそうなんですか。いつもそうだよ、俺。でも確かにクマさんあれですもんね、うん、みんなで決めることとかもなんか己の道進んで周りの意見聞かないですもんね。そんなことないよ。そんな協調性のない人間じゃないよ。そうでしたっけ。そうだよ。いつもなんかほら4人ぐらいで遊んでも3人は
もうこれでいいって言ってんのに、クマさんだけ俺は嫌だって言ってないから、言ってないよ、そんなの。むしろみんな合わせてると思うよ。いつもね、困らせるんですよ、こうやってみんなのことを。いや、俺、むしろ自分の意見ないって言われるぐらいで、多分俺。で、カメラ回したときだけ、こう、いい顔するんですよ。してないから。裏だとすごいんですよ、この人。普段からいい顔してますよ。今度、LINE 公開しますね。なんでもうね、もうね、無双ばっかされてますから、自分なんか。なんでひどい。これ今日もホテルの件に関して夜中ずっとお説教でしたホテルで言わないから、そんなここ狭いなんでてめえこんなホテル取りやがったんだってひでえな本当にいっちょ前に頑張ってるよ熊さん早速迷っております皆さん見てください迷うねちょっとね待って珍しく真剣な顔してますねでもね、こんだけ真剣な顔してるけど間違えてるんですよ、このカメラ見てください、絶対とんでもないところに連れて行きますよ俺はもう分かってないですよそれは初めてとか分かんないよ、そんな一丁前に顔だけこんな真剣にしちゃってこれおかしいのよおかしいのちょっと待ってこれさ、見てごらんおかしいなんでこう向いてるじゃないあ、ほうほう相変わらずちょっと画面は全く分かんないおかしくないかおかしくないのおかしいわ自分がおかしいのにそうやってすぐさ機械のせいにしたりしてちょっと待ってこれこのままいくとさああまたさっきの開幕に戻るよ何元のとこ戻ってんのあ、これ、あ、これ磨いてばいいの磨いてみよう待って待ってなんか歩き始めて数分ですけど、もうタクシー乗りません。なんでだ熊さんの、なんで君はそう、おごりで。なんで君はそうやってすぐ諦める。だって信用できないんだもん、この人は。この人も信用できないし、自分のことも信用できないし。なんでなんでほら、もうホテルでやらかしてるからさ。これでそこ曲がったら先とか思っちゃうから。これ右側行くんだ。左行っちゃダメだね。ダメ死んじゃうよ死んじゃう死んじゃう死んじゃうこの人によく深呼吸してるんですよ皆さんしてないよ今やろうとしましたよね今そうそうそうちょっと動画向けてなかったからって信号無視しようとしたとこの人今ね行けたでしょ多分逆にここまっすぐ行っちゃダメなんだよまっすぐ行っちゃうとまた部屋が行っちゃうんだよあまっすぐ行っちゃダメなのまっすぐ行っちゃうとね、うん、また開幕の方もおっちゃうの大丈夫俺を信じろ一番信じらんないからねなんで今までクマさん信じていいことありましたたくさんあるじゃない僕のことしかなかったんですよあでもなんで例えいやもういろんなあれ信じてるからよなんでそんないろいろやらかしてるのに自信があるんですか自信って根拠ないといけないのかな僕は自信は根拠なんてなくたっていいと思うんだはい皆さん分かってないねリョーマン過去の経験でしか物事を語れないってことはさ、新しいことで誰も挑戦できなくなってしまう。自信には根拠なくていいんだよ。常に新しいことに挑戦しよう。はい、すいません。行くのかと思ったらまだ女ってね。幕張って駅はたくさんあるんだね。京成幕張、幕張って駅もあるし、幕張本郷とか。うん、結構幕張は結構広いのかもしれない。幕張って海浜幕張だけじゃないんだ。全然違うみたいな。だから自分はホテルを間違えたんだねそうなんですね幕張って、あ、近いじゃんと思ってなんで幕張っていっぱいあるよと教えてくれなかったんですかやっぱりね、うん、っていうかそもそもいや今こう言ってるけどホテル取る作業全部自分しかやってないからねそう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 だから教えようがないよねだからだってここら辺のホテルっていうのを今日初めて知りましたもんねそうだよ俺あなんで海浜幕張なんだそうそうだから集合場所なんでさ海浜幕張なんだろうと思っててさあれなんかまあちょっと明日目的の場所があるのでそこの駅からすごい遠いなと思ったんですよねだよねそうなんで海浜幕張なんかと思っててちょっと嫌な予感してたんですよねちょっとしてたなんでなんだろうと思ってやたらとしたんですけど取ったホテルよりかも、うん、自分たちの自宅から人が近くそう本当にそれ俺が冗談で自分の自宅からのが近くあ、まあ、ちょっと俺とリョーマの家結構近いんですけどそこの最寄りの駅から行った方が近いんじゃないかと思って冗談で言ったら本当だったっていうてか自分たちは、うん、わざわざ遠いホテルを取って目的地に行こうって言ってたからね前日にね
まあ、今日がその前日なんですけどね。そうそう、明日がちょうど本番の日、明日本番でね、本番日なんです。そうそう、だから明日自宅にいるよりかも早くに出なきゃいけないっていう、そう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 、ね、大変な目に遭わされてねこれだったら自宅帰った方がいいじゃんみたいな。そうそうそう、それでね、さっきさんと最前で文句言われたんですよ。言ってないから、お前ふざけんなって。ツッコミの子は確かにツッコミの子はしたけど文句は言ってないですよ。なんで他に払って遠くから行かなきゃいけないんだもう途中あまりにも熊さんが怒鳴るから、あの店員さんが斜めに来て、言ってないお客様だって言ってないから、そんな迷惑ことしてない。これたまたま涼しかったから良かったね、今日ね。これ今日日出てたらね。いや、絶対無理だよ。お天気はね、こんな感じで。いや、夏前でも曇ってて良かったよね。ね、もうだから夏前しはほんと珍しいよ、うん、過ごしやすい感じだし。だって休日前までめっちゃ暑かったもんね。暑かった、無理だったもん。幕張って結構やっぱ車は走りやすそうですね、なんかね。車は走りやすそう。結構ほら、まっすぐな道が多いしさ、広い道も多いからね、幕張は、やっぱり。車運転する熊さんから見ると、それは結構。まあ自分あんま車運転しないですけどね。あ、でも車で運転する人からしたらね。でもなんかしやすそうな道ですね。ね、走りやすそうな道だし。あれ何分ぐらいで着く予定でしたっけ。あ、分数わかんないんだよね、これ分数。あれ熊さんの予想で。何分だろう、でも5分、バスで5分の距離なんで、まあ、20分かそんぐらいかかるのかなと思って。さっき何で出発したっけ。まあでもまだ。13分前ぐらい。あ、じゃあまだ5分ぐらいしたってやつ。たぶん20分、まあ大体前よ。2時40分、45分ぐらいには着くんじゃないかと思って。13分前に出たのに、まだ5分しか経ってないの。あ、10分ぐらいだったっけ、さっき出たの。そうそう。あ、13分前ね。そうそうそう。あ、13分前に、13分じゃなくて。13分前ね。そうそうそう。13分前。あ、ちょっと勘違いしてましたね。はい、はい。13分前に出たって言ったら、ね、まだ5分しか出てないって矛盾してるよね。おかしいですよね。多分そのぐらいかなと思って、まあ、大体まああと20分ぐらいかなと思って。え、今から20分、大体。まだそんなかかんの。うん、結構ありますね。じゃあ2はさすがに着くだろうってことです。熊さんの予想。そうそう。でもこれまっすぐ行ったら幕張駅に着きますね、これはね。そう、幕張駅、幕張駅、幕張本郷じゃなくて、普通の幕張駅。幕張駅。そう、もう JR、 さっき行ったのが海浜幕張駅。さっき、さっきうちらが行ったのが海浜幕張。次着くのは幕張駅。今度は幕張駅に向かってます。こうずっとまっすぐ行く。なんか別に歩いてすごい行けない距離ではないんだよ。まあ、遠いけど。近くはないけど。まあ、でも歩いても行けると。まあ、歩いても、まあ、気温によるね。気温に。でも本当に今日晴れてたらやばかったですね。やばかったやばかった。だからせめてもすくいで。本当ですね。むしろ歩いてて気持ちいいぐらいで。確かに。なんか全然歩けるぐらいの。うん、全然歩ける。あの炎天下なんかこなれたら死んじゃうからね。本当だよ。クマさんは間違いなく死にますね。あ、絶対本当に多分ね。だって江ノ島で死にかけたぐらいだもんね。そう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 。命に関わるよね。命に関わる。やっぱ歩いてるだけの動画もあれなんで、ちょっとファンサービスください。何急に無茶ぶりしたの。なんかウィンクかなんか。そう、苦手なんだよ。カメラ目線で。え、ウィンク。うん。誰が喜ぶの、俺のウィンクの。クマさんファンがね、もしかしたらほら、物好きな人っているじゃないですか。そういう方がもしかしたら今いてくれることを祈ります。キャーってなってるかもしれないですよ。じゃあ物好きな方や、多分大体の人上ってなってますけど。伊藤洋華堂あんの。本当だ、伊藤洋華堂あんのね。こういう発見ができるからいいね、歩いてると。伊藤洋華堂好きなの。伊藤洋華堂ってなんか良くないですか。あ、そう、なんか好きなんだよね、伊藤洋華堂。別にそんなんでも冷めた男だな。なんで伊藤洋華堂がさ、なんで伊藤洋華堂が好きじゃないくらいでさ、で嫌じゃないけど。じゃあ何が好きなんですか。え、どういうこと。何が好きなんですか。何が好き。ああ、スーパー熊さんが熱く語れるなんかないですか。なんだろう、どういうジャンルで。何でもいいですよ。熱く語れる、もう熊さんが好きなもの。やっぱり世界さんですね。世界さんはみんな好きですからね。じゃあ世界さんの魅力を3つ言ってください。じゃあ世界さんの魅力、はい、そんだけ好きだったら、ね、魅力なんかホイホイ出てきますよね。まず、はい、礼儀正しい。そうだね、確かにね、正しい。やっぱいろんな国行ってるから、まあ、いろんな礼儀してるからね、世界さん。そう、いろんな礼儀してるから。たまにボンジュールとかって言うから。ボンジュールってとこだっけ。どこだっけ、俺わかんない、自分言って。言ったのに分かってない。分かってないですよ。そんなもんですよ。他にはあと2つですね。あと2つは、
あとはまあね、優しいですね。ああ、それはそうだね。うん、確かに。プラス、世界さんの優しさはすごいもんね。世界さんの優しさは世界の優しさだから。だっていくらクマさんがはね、うん、やらかしても許してくれるしね。みんなちゃんと拾ってくれるからね、世界さん。世界さんはね、クマさんがやらかしても許してくれるのに、うん、クマさんは自分がやらかしても許してくれないもんね。本当だよ。さっきのホテルの件みたいに。そんなことないよ。最後の魅力は、魅力は、やっぱりあの、なんて言ったんでしょうね。やっぱりあの、ちゃんと、やっぱりね、魂がありますね。何？魂があります、きちんとね。あ、魂がある。魂がやっぱいい魂持ってる。あ、いい魂持ってる。なんだろうみたいな。どういうことですか、具体的に言うと。これはやっぱりね、説明するっていうよりはやっぱり感じるもんですね。あ、でも世界さんファンは感じてるかもね。そう、なかなか言語化するのは難しいですね。確かに。もう会った瞬間から、あ、この人絶対ここで優しいみたいな。あ、そういうのは分かるわ。分かります。あってた、うん、世界さんのね、魅力をね、言葉で説明しろって言っても難しいもんね。難しい難しい。やっぱ人間って感情の生き物だからね。ああ、確かに。肌で感じるもんだから。感じてる。感じてる。何喜んでんだよ。なんかそういう時世界さんのその魅力を感じてるっていう。まあ、感じますね。なんで喜んでんの感じてる。違った意味越しちゃったらあれかな。これはすぐそういう意味に捉えるんで。だからエロクマさんって言われるんですよ。あれね。あ、ちょっと遠回りしちゃったね、これちょっとね。遠回りしてんですか？遠回りしちゃったね。しちゃった。近道あった。間違えたってことですよね。うん、でも今から海浜幕まで引き返し行くの辛いからもう引き返せないと。そう、これね、うん、まあいい。でも進むしかないってことですよね。うん、でもそこをなんか左側曲がっちゃう。左曲がったんですか？曲がっちゃう。本当に大丈夫ですか？これ以上まっすぐ行くと逆に遠回りになっちゃう。じゃあ次の道は左に、ね。ちなみにさっきあと20分って言っても10分経ちましたけど、あと10分で着きますよ。着きません。もう断言？断言。10分じゃ無理だと。無理。明日の大事な式の前にはそれでスイミングしていきますか。そうっす。あれ、本当にスイミングあるんだ。ありますよ。結構すごい商業施設が多いんだね、ここ ね。開幕はね。テニスもあるし、ゴルフもあるし、フィットネスもあるよ。本当だ。もうここまっすぐ行けば結構もう近づいてきますよ、目的の場所に。ホテル。近づいてきます？うん、道は結構シンプルですね。さっきあと10分じゃ無理だけど、って言ったけど、結構出てきた、ね、直線距離長いからね。あーはーはーはー、なるほどね。子供の頃、うん、デニーズとディズニーって一緒だと思ってたんですよ。なんでちょっと似てません？響きが似てるよね。え、なんか子供の時ってありません？なんかそういう勘違いしてたことって。あ、たくさんあると思うよね。あの、台風一過とか。台風一過って何？え、台風一過知らないの？どういうやつ？わかんない。どういうやつ？なんか台風一過って、なんか聞いたことあるけど、なんか。あれ、台風一過って台風が通り過ぎた後のこと？なんだっけ、台風一過って。あ、そういう表現があるんだ。そうそうそう、初めて聞きました。初めて聞いた。あ、だからお食事券とかありませんでした？お食事券、うん、何それ。あ、この人ダメだ。わかんない。全然話が通じない。ダメ、全然わかんない。多分、うん、みんな一回は勘違いする感じの言葉なんですよ。あの、波浪警報とか。あ、はい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 。そうそうそう。あ、なるほど。そういうこと、そういうこと。それはわかりました。わかるわかる。波浪警報ってなんか挨拶のあれかと思ってたんですよ。は挨拶するの何の傾向なの？なんかあの看板の A ってなんかすごい独特じゃないですか。なんかね、なんか英語の I に見えません？確かに。無愛大臣、無愛大臣、無愛大臣どっちだろう。あ、ここに注目を集めておいて。あ、なるほどね。行かせるんだよ、そこに。でもあの横に書いてある絵は普通だな。そうだ、無絵だね。え、絵だね。なんであの赤い方だけなんか愛みたいになっちゃったんだろう。突っ込みどころをやって気にさせる作戦だ。そうか、賢いな、まんまとやられたんですよ。そう、つまりほら、よく構ってほしい人がさ、よくさ、わざとさ、物落としたときわざとこけたりとかするじゃん。わざと転んだりとかするじゃん。ああ、そういうこと。それと同じことだ。じゃあそれと同じ作戦だ、あれは。そうそうそう。ケンクマさん、ムエタイはやったことありますか？え、ムエタイはやったことありますか？ムエタイ、え、何？ムエタイはやったことありますか？何それ、ムエタイって。何も知らないじゃん。何見えたいって何？幕張メッセこっちなんだ。ああ、幕張メッセね、有名だよ。次世代ワールドホビーフェアの時行ったわ。そうなんだ。知ってます？知らない。なんかあのおもちゃの、あ、おもちゃのいろいろなんか飾ってあったりとか。あ、展示会ね。そうそうそう、子供の時連れてってもらったな。へえ、いいね、その時ね。
と中間地点まで行きました。中間地点まで。え、今中間地点？多分。ちなみに今中間地点って言った時点で30分経ってますけど。やばい。あと30分かかるんじゃないの。じゃあこれ遠回りしたから。1時間歩くってこと？あと中間地点まで行かない。中間地点のもっと先まで行ってるかもしれない。そんなに歩くの？歩く。誰だよ、そのこのホテル取ったの。あんたでしょ。あんたこれやっぱ怒ってんじゃん。それさ、俺が怒るように締め付けてんじゃん。もうまた作戦に乗っちゃいました。見ました。そこでうまいとこだけ切り取ってさ。そうもうなんか一方的に切れてるみたいな感じしますから。そう俺がギャッ。今 PA だよ、PA。 クマさん、なんか嫌だけど興奮すぎて本名言っちゃった。おっと、これは危ないぞ。クマさんがスマホを見ずに。こんな危険なことないでいいのか。まっすぐ突き進むだけだから。自分を信じてるんですか。そう、攻めとかいいですって。何回自分を信じて痛い目にあったんですか、クマさん。忘れたんですか、過去のあれを。全部いろいろあったじゃないですか。変な声出てますけど大丈夫ですか。大丈夫。一回そこの病院で見てもらえますか。ちょっとありますけど、幕張病院一回見てもらってから行きます。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、よかった。なんでホテル行くだけでこんな歩くの。あんたが取ったカード。えらいとこ取っちゃいましたね。取ったよ。遠いよ。遠いよね。これおとなしくバスで行ってた方がよかったんじゃないの。バス確かに、うん、でもどこからバス乗っていいか分かんない。だってバスだったら5分って書いてあるんですよね。確かに。ああ、喉乾きましたね。何ですか。喉乾いた。あ、喉乾いちゃったのね。水分補給大事ですからね、この時期はね。うん、ちょっと飲んでください。うん、うち、うん、口数がだんだん少なくなってきました。私もだんだん喋んなくなってきましたもんね。疲れた。自分の呼びかけにもそんな反応ないし。動画ずっと回してるけど。動画撮れんのこれ。ちなみに結構もう今この時点で36分ぐらい回してるんですけど、すみません申し訳ありません。あともうクマさん多分半分以上話してないですからね、皆さん実は。しばらく編集してください。このまま歩いてもう東京行くか。東京。このまま着いて東京行くんで。こっから東京って何分かかる。何分って何時間かかるのよ。何時間ってか1日着くかな。多分着くか、クマさんが死ぬかのどっちかだと思う。どっちか。自分割としぶといから行けると思うけど。本当にもうちょっと。もうちょっと頑張ってね。もうちょっとね。もうちょっと頑張ってね。ちゃんと連れてあげてくださいね。間違えたやつか。あ、ちょっと。そうね。そもそも間違えたら自分だもんね。また攻めてきましたよ、皆さん。これ攻めてた。今歩かされてるのはお前のせいだろうって。いや、俺は嬉しいっすよ。こんな運動できんだもん。これ今動画回ってるから笑ってくれてるけど、止めた時が怖いな、本当に。はい、自分の命のためにずっと動画回ってた。結構いいとこだね。幕張っていいとこだね。どこら辺がいいですか。木があって。森があって。でも確かになんか自然を感じます ね。びっくりした。疲れました。疲れました。早くホテルで休みたいですか。休みたいです。いや、じゃあホテル着いたらまず一緒のお風呂入りますか。なんでだよ。腹いこするって言ったじゃないですか。言ってませんよ。泊まると涼しいんだけどね。泊まると涼しい。歩くと暑い。暑い。で今は涼しい。今は涼しい。快適？快適ではない。快適ではない。涼しいけど快適ではない。まあ、外にいるにしては快適かもしれない。外にいるには。相変わらず出ちゃいましたね、あの DJ クマさんが。DJ クマさん。さあ行くぞ。わ、なんか急にかっこよくなった。まだ先は遠いけどね。まだ遠いの。傷つく。ちなみに今ちょうど動画回し始めて40分ぐらい経ってます。どうですかこの8月の夏という時に40分も歩くのは。きついっす。つらい。めっちゃ傷つきます。
傷つきます。体が結構答えますか。答えます。あ、でも傷つくことから逃げてた機能にさよならです。あれ、何言ってか分かんないですね。あ、幕張インターほら見えてきてる。どれ？幕張インター近くだよ。300メートル先だって。え、あそこまで行くってこと？え、少なくともじゃあまだ300メートルある。そうだ、ね、もうほら幕張本郷駅すぐ右側で。あ、本当だ。 あれじゃん、ほらファミ、あれじゃん。あった見えた見えた見えた、やっと見えたよ。皆さん見えますか、あれファミ、あのファミ、ね、INN 幕張、ね、あ、しかもサウナあるってよ。サウナはいいよ俺。ただしさ、暑いのにね。本当だよ、殺す気かと。トドベーサーされちゃうね。本当だよ。いやー、すげえ。あそこ止まんの？止まん。でかくない？でかいね。あれ何階？あれパッと見でもなんか10階建てぐらいありそうな気がしますけど、ね、まあでもいずれにしても、ね、やっと着きましたね。もう、まあ、着きましたというか、もうちょっとね着きましたね。あ、そうですね。ちなみに自分たちは何階なんだろう。何階なの？逆に俺聞きたいんだけど。いや、わかんない。そもそもちゃんと予約取れてんのかもわかんない。おい、ここまで来たね。ご予約されてないですねって言われたらごめんなさいね。来年の今日されてますねみたいな。2023年の8月なの。あ、6日です、6日の。これでホテル取れてなかったら、かまさんブチ切れるぞ。やばい。おいって叫んで、多分振動でみんな恋しちゃうんですよ、だから。でもこの後強制的に動画止めさせられて、説教タイムでまた。カメラ止めてっす。やっと着きましたよ。でもこれどうやって渡ろう。向こう行けないじゃん。え、一切ないよ。歩道橋大丈夫？あるある。あ、あったあったあった、よかった。なんかあんなに近いのにちょっと遠く感じるね。どうですか、初めて歩く地は。え、初めて歩く地はどうですか。疲れます。ちょっと待って、これ思んの。いや、遠い。おい、最後難関ですね。これはすごいね。最後難関だよ。あんまないよね、こんな長い歩道橋。なんか持ってるね。持ってますね、これ。クマさんにとどめさせに来てますね。ラスボスだよ。確かにこれ地味にきついだよこれ。でもこれ倒せばもう自分たちの勝ちですよ。勝ち、うん、すごいな、なんかもう嫌がらせのような。なんでこんな傾斜つけるの。あそこは普通にいいじゃんね、あそこからさ。あそここれピンって階段でね、なんだこれやってくれた方が楽なのに。なんでこんなご丁寧にこんな遠くに。こんな長い歩道橋初めて見たかも。ギネスブック乗るんじゃん。ギネス級の歩道橋、うん、これどう考えたらこれいじめでしょ。これクマさん知るぞ。歩道橋で見ててください、皆さん多分知りますよ。頑張んないけどリリックします。お、すげえ、なんかもう動画を盛り上げようとしてくれるのかな、ね、うん、ありがたいね。見てください皆さん、このこの歩道橋の坂道の長さ。もうクマさんの疲れが背中から伝わってくるもん、ね、やられますね。やるよ。あ、でもあっという間にでももう半分ぐらいは、ね、聞いてますか。聞いてます。辛いですか。辛いです。あ、でもほらいい感じでホテルも見えてきて、ちょっとほら、ね、本当だ、すごい、なんか感動的、感動的、なんか動画的にはいいですよ。でも、ね、動画的にはいい、動画的にはすごいいい感じ。じゃあの BGM でさ、さらい流しようと。感動的なね、うん。いいね、盛り上がるで今流したらね。うわー、登り切った、やりましたね。やりましたよ。もうあとここさえ越えちゃえば、あ、ここからだね。ちょっと下ってってますね。いやー、いいね。幕張本郷ほんと近いのかな。なんか近くに駅がなんかありず、あるって思えないけど大丈夫。大丈夫。いや、近い、ね、あ、近い、まっすぐ行ったらそうだな、これ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。やばくないあの建物。どれ
ホテル UFO だって。なんか本当 UFO みたい。ユニークだね、なんかね。ねえ。すごいね。すげえ。こんなホテルあんだ。うわー、もうこれで最後だよ、コマさん。ああ、最後だ。逆に終わっちゃうね。終わっちゃいますよ。でも、これで帰ろっか。もう満足？満足。もう達成だね、じゃあこれで。じゃあホテル泊まんないで帰るか。何しに来たのよってなっちゃうよ。もうクマさんが勝ちましたよ、あの強敵歩道橋に。ああ、終わった。やりましたね。どうですか。イエーイ。ああ、イエーイ。ハイタッチ、ね、珍しいね、なんか UFO ホテル。これ左がっちゃおうか。そうですね。うわー、これも見えてる。あそこ、今日うちらホテル。すげえでかくない？でかいね。もうあれ結構小さいのにね。あれ高いとこだったらいいね。いや、俺高いとこあんま好きじゃないんですよ。好きじゃないの？高いの苦手なんだ。高いね。高所恐怖症。高所恐怖症です。そうなの、クマさんって。そう。クマさんなんかね、でっかいの、なんつうんだろう、挙動恐怖症。あ、自分それあります。ダメなんだよ、これ。だから風車とか、風車とかダメなんだ。風車とか。あ、仲間？でっかいの怖い。でもクジラ一番ダメなんですよ。ダメなんだ。あ、クジラとか大丈夫だけど。あ、でもなんか見生で見たらダメかもしれないけど。いや、絶対置かないですよ。風力発電の風車はダメなんだ。なんかね、でっかい建物とかもちょっと怖い。あと、銅像とか、そうそう、大仏とかと、鳥肌立つもでかいので。そう、ダメなんだよ。そこ仲間だ。ちょっと苦手なの。ここはあれだよね。そういう。そういうとこなんだ。そういうとこだよね。そういうとこですね。そういうホテルでね。関係ないでしょ。でも一回さ、自分たち大雪の日泊まろうとしたことあるよね、こういうホテル。やばくなってさ。なんか、さっきの UFO だ。UFO の多分そういう店じゃない。いや、でもそういうことだよね。ここ健全な場所です。健全な、これてか周り全部そういうちょっといかがわしいやつじゃん。すげえとこに泊まりましたね。あ、ファミマ忘れてんじゃん。あ、いいんだ。一回後で一回荷物置いてね。一回住もうぜ。そうですね、ちょっと休憩して帰りに行きましょう。じゃあちょっと涼しくなってからね。やっと着きましたね。着きましたね。すごいよ。じゃあ次はホテルの中でということで。はい、ということで、じゃあ一回ここでね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。明らかにカップル病って言いますよね。カップル病って言われてるよね。どういうこと？俺はそういう関係ってな。でも全然もう女性として来てる人みたいよね、さっき。あ、いました？全然見てなかった。全然全然全然。これ、これ言わなきゃよくわからないですよ。それ多分刺したまんま。あ、そうなの？多分。そうなの？うん、じゃないと。なんか嫌な予感しかしなくない？あ、これオートロック。ちょっと待って、出ました。これ聞いてみます一回。